チとします。はい、夢玉の10連を10回だから、ファルファレルロを10回弾く。どのくらいこれは出るのかっていうのをちょっと今動画で撮ってみたいと思います。で、早速弾いていきます。で、いきます。ちょっとなんか背景もまたなんかすごい綺麗だねこれ。さあ、じゃあ引っ張ります。はい、さっこい。さあ、何が出る。あ、もう出てるね。結構出るね。結構出るねこれ。はいはいはい、はい、いただきました。ありがとうございます。出ましたね。出たね。結構出んねこれね。これは、お、なんだろう、初めて見た。これはなんだ。お、まだ出るんだ。へえ、知らない。これ限定のやつなのかな。3体出ました。3体結構いいんじゃない。結構これ出るね。どんどん引っ張っていきましょう。はい、2回目。はい、さあこれは1、2、3、4、5。おお、金よく出るね。このガチャ美味しいかもしれない。おい、秋田県のやつで、お、まだ新しいの。なんだアラジンみたいなやつ来た来た。あ、まだ結構新しいの出るね。ゴリゴリなやつ。お、出た1個。あ、このガチャで1体だけ出ましたね。何体出んのかな。これで今合計4体だよね。 OK、 じゃあ引いていきます。えい。さあ、なんか全部10個全部これとかないかな。全部10個ないか。3つ。さあ、なんだ。お、新しい。かわいい、かわいい。これかわいいけど誰。おお、新しいモンスターめっちゃいいんじゃん。はい、次。おお、1体。これで5体出ましたね。5体。30連目いきまーす。いきます。えいっ。おお、おお、どうだ。あー、あ、1体出た、1体出た。そして次は、うーん、初めて。これ前からいたのかな。なんか新しいキャラクターな気がする。そんなことない。結構毎回出てくるね。はい、次、次の10連いきます。どんどんいこう、どん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 いこう。えいっ。さあ、頼む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 。おお、2つ3つ。あ、3つは金確率。鶴金3つは確率に出るねこれ。おー、1体出た。お、なんだ。おお、かわいい。5回半分にいきました。今のところね、ファルちゃんは毎回出てるね。ちょっと一番最初ちょっと運良かった、3体出たからね。さあ、いきます。はい、頼む、ファルちゃん。さあ、来い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 。金玉は3つ出てんだよね。鶴金は3つ出てる。誰だー。スーパーレアなのこれ。お、新しいモンスター多くね。お、毎回出てるファルちゃん。ファルちゃん毎回出てるよ。次、7回目かな。えい。結構出てる、結構出てる。1、2。あー、これ金のやつ2つしか出なかった。珍しい。今まで3回は出てたもんね。あ、ファルちゃん毎回出んじゃん。あ、そっか、1個は確定なのか。ファルちゃん1個は確定なんだ。そうだ、書いてあるわ。ファルファレルロが1体確定イベントガチャで、何回何体出るかか。それでいきましょう。えい。お、金玉3つ。おお、
なんか強そうじゃない、なんかブリーチとか出てきそう。おい、2体出た。結構出たんじゃないかな。はい、これで9回目かな、8回目。はい、頼む、3体からまた出てほしい。 OK。 おお、めっちゃ剣の頭出てきた、めっちゃ出てきた、すごいすごいすごい。7個。おお、取れたー。おお、パルちゃん出るね。愛くるしいキャラだな。最後、最後なんだ。ラスト引いていこうと思います。さあ、これで計何体パルちゃんが出るか、これで分かりますね。いきましょう。はい、さあ、金は結構出てる。金は4つ出てる、4つ出てる。さあ、これでやっぱり、ああ、さあ、違うな、この時点、この時点でも違う。誰。おい、まあ一体は確定だから、落ち着いて。あーすごい絵だな。さあ、ラスト1、2体出てる、2体。違った。やっぱなかなか出ない。でも1体は確実に出るから結構美味しいよね、このガチャは。じゃあちょっと何体このファルちゃんが出たのかちょっと数えてみます。数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13回、13体出たファルちゃん。僕は100連して13体ファルちゃんが出ました。まあ10連すると1体確定だから、まあプラス3で、まあ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 かな。まあ排出率はこんなもんかな。まあでも10連で 100%、 10連すると 100% 出るっていうのはだいぶ強いよね。はい、じゃあまあということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。